一個裏話があって、もうそれで私がツボに入ってしまって、私あれなんです、むっちゃすぐ笑っちゃうんです、どんなことでも。明日、ねえ、モバイル枠は明日でしたっけ？当落発表で、グループ枠とか一般枠とかは明後日になるんかな。ちょっと違うんやっけ。今日の、そう、皆さん TikTok、あれ TikTok を今日も更新したので、よかったらいいねとかコメントとか保存マークをしたりとかリンクコピーとかいろいろ待ってます。バリやること多い。当落発表って大体平均何時なんや？時間決まってる？あれ夕方ぐらいやっけ？あ、家かくもありがとう。妻長いんかな。でも長い方が好きかも。確かに顔に影ができてるね。ね、あの歌ね、ちょっとお高かったんやけど、見た瞬間に一目惚れして、買おうと思って、って言ってもまあ2週間ぐらいずっと悩んでたんやけど、買っちゃった。まあ夕方か。ああ、じゃあまだお仕事中の方もおれば、終わってる方とかもおるんかな。みんな当たりますように。なんか肌が綺麗に見える。ツヤツヤがツヤが見える。ツヤが。わ、ゆいとタコいっぱいありがとう。そうね。わあ、緊張するね。みんな、みんながみんな当たりますように。マイティ見てると幸せになる。 そんなええもんちゃうで。 ありがとうございます。こんばんは。当たるように願っております。今って何時ですか？ 気づか。でもあれか、終わったん9時ぐらいやから10時前とかか。なんかそんな感じしひんな、あんまり。上位会ありがとうございました。休み取ったから当たってくれんと困る。そうやで。もうなんかさ、新幹線とか取ってくださってる方もおるしさ、休みももう取ってくださってる方も結構いると思うので、当たれ。 当たれ、みんな当たれ。あ、ゆりりんガラスの靴ありがとう。あ、日本時間21時45分。あ、もうじゃあ10時前ですね。ね、今日1日3公、3公演、3公演か。朝、昼、晩。ここで、配信、そっか、配信ないと、ちょっと特別感はあるけどね。でもなんか抽選会とかもありましたね、T シャツの。当たった方が見てるかは分かりませんが、お疲れ様でした。当たった方が見てるかは分かんないんですけど、おめでとうございます。来てほしいな。ちょっと今日コメント治安やって。今日ちょっとコメント治安ちえちゃ今日コメント遅延してないね。なんか分かってん、前気づいたんよ。手持ちで配信しとったらさ、もう親指が目の前にあるんです、コメントの。やから多分ポピップってやっちゃうんやけど、普段は置いてるから多分遅延しちゃうんやけど、今はもうコメント欄の目の前に親指があるため、本日は遅延しません。
今日の授業で週5マイティ、週5マイティ、週5マイティ、すごい。そっか、でもお話し会とかもありましたからね、リアル。まあね、素敵な生誕祭になりますように。遅延やね。まあ、あーも絵もあんま変わらん、変わらんくはないね。こんばんは。テンション高かったか、高かったかな、全然。いや、友達通るときとかあれ通常運転かもしれないです。うん、あれ通常運転やったらやばいか。横がかりんさんやったからね、もう。そう。こんばんは。ね、懐かしい。私もなんか正直ね、すごくありがたいことに忙しかったので記憶がなかったんです、ココテンとか特に。でも見ていくうちにね、記憶が蘇ってきました。私のカバンのポケットにはブレンディのカフェオレが入って、私これ好きなんですけど、あのお話し会の会場にポットはあるんですけど、なんか熱いお茶とかこう紅茶のパックを置いてくださってたんですけど、このカフェオレがなくて、私紅茶飲めないんです。だから家にいっぱいあるし、これ持っていこうと思ってポケットに入れてましたね。あとはちいかわ、そしてちょっとね、このポーチを全体見せることはできないんですけど、ちいかわ、そしてちいかわ、そしてちょっとこれ、はい、ちょっとあれやか、やめとこう。はい、でも日に日に私のカバンの中がピンクになってます。ピンクキャラじゃないのに。ケーキね、でもどうやろう、今日じゃないわね、当日ありがたいことに生誕なので。そう、そう、マイティーとか言いながらね、ティー飲めないんです。そう、紅茶から、一時期タピオカとかすっごい流行ってたじゃないですか、タピオカブームみたいな。タピオカ屋さんってほぼなんかなんちゃらティーとかばっかで、私飲めなかったんです、全然。初めて見た紅茶飲める人、前の前結構おるよね、紅茶。なんやろ、なんやっけ、ウーロン、なんかのお茶とさほぼ似てるみたいな言われたよな。ウーロン茶やったっけ、なんやっけ。メロンケーキはね、ちょっと分からへん、どうやろう、時間と買いに行くあれが厳しいかもしれない。最近売ってんのかな、メロンケーキ。マイティのツイッターのフォロワーと10人で1万、あ、あっという間に誕生日までにね1万5000人いくかなってひそかに見てたんですけど、あと10人、あと10人。平山舞で調べたら出てくるので。まあ、そう、ミルクティーもね、なんかティー系が、お茶は全然ないけるんやけど、紅茶がちょっとね。だからさ、タピオカ屋さんでさ、なんかお芋ティーとかあるじゃないですか、お芋ミルクティーみたいな、もう分からへん、もう分からへんねん。
そう、なんかそのお茶なんか原料は一緒なんやけど無理なんよな。そう、しかもゴンチャあるじゃないですか、有名なタピオカ屋さんね。で今まで、今までというか最初の方はなんかマンゴー、なんやっけな、なんかフルーツジュースみたいなのがあったんです、ティー抜きのね。でもいつの間にかそのメニューがなくなってしまって、全部メニューがティーになってしまってから、何飲んでたんやったっけな、あ、なんかマンゴージュースのマンゴーティーのティー抜きみたいなちょっと注文するの恥ずかしかったのを覚えてます。でもブラックコーヒーとかはね、まだちょっと美味しさがわからないんですけど、わかる日が来るんかね、ブラックコーヒー美味しいって思える日が。そう、最初のニックネームマイチにしようか迷ってたんです。でもマイチさんが過去にいらっしゃったので、マイティーにしようと思って。あ、マイチやったらね、チーカワっぽくなるのにマイチーではなくない？マイチーキャラではないよね。キャラ的に。わ、ゴンチャでバイトしてた。ゴンチャね、タピオカ屋さんで、私ね、でも、働いてみたいところいっぱいあります。よく生まれてこの方なんだことない。でもなんやろ、一時期なんかみんなが学校帰りとかにみんなが飲んでたから飲んでたけど、めっちゃ好きやったかって聞かれると、なんかそうでもなかったなんやろ、まあ、人の好みよるからね。あわ、TikTok フォローしました、服装参考にさせて、やったー、ありがとうございます。バズってみたいな、 TikTok。 こんばんは。そうでもね、バズってる TikTok とかを参考にしてこういう編集がいいかなとか見てます。そろそろ終わらねばそろそろ終わらねばいけない。それではこんばんは、ランキング読んでいきますね。ませんね、こんな短時間で。13位まさひげさん、ありがとうございます。12位ひよこさん、ありがとうございます。11位おぎょうぎさん、12位おぎょうぎさん、ありがとうございます。11位しろちゃん、ありがとうございます。して10位、あれ順位変わった、これ10位まさひげさん、ありがとうございます。そして9位ゆうちゃん、どこや、生誕祭行きたいや生誕祭行きたい、ありがとうございます。で8位は韓国語や、明日誕生日ありがとうございます。なんて読むやろこれ、8位さん。そして7位ともちん、あとマークワイマイ好きね、途切れてるよいつも名前長文書いてくれてるよね、ありがとうともちんさん、またね、ありがとうございます。6位みやっち、ありがとうございます。あ、ワンポールさん、ワンポールさん、ありがとうございます。そしてごいるなぽよ、毎日ありがとうございます。そして4位高政さん、ありがとうございます。そして3位ゆりりん、ありがとうございます。そして2位ゆうか、ありがとうございます。そして1位ゆいと、ありがとうございます。1位ありがとうございます皆さん、来たとこやのにごめんね、今日はもう終わります。それでは皆さん、またのご来店をお待ちしておりますありがとうございました、バイバーイ、また。